にちは、いちごタルトです。今日はですね、こちらセリアで見つけた100円のワイヤーソーというのを使ってみたいと思います。このワイヤーソーは紐になってて、紐を 木にこう、なんていうの、引っ掛けてギコギコこうやってやると木が切れるっていう、あのノコギリの代わりになるっていう商品です。しかもお値段は100円です。今日はちょっとこれを使ってみたいと思います。本当に切れるのかという、あとタルトの力でも切れるのかをちょっと見ていきたいです。で、今回ここに薪を用意したんですけど、ちょっと切る大きさにもうちょっと補足していきたいと思います。で、これタルトの生誕祭がこの前あったんですけど、アイドル活動してて、本当は3月だったんですけど延期になって、千円月やってもらって、で、これをタルチャンネルの視聴者さんに送っていただきました。ありがとうございます。ナタです。メーカーがちょっと読めないんだけど、サスハシエットかな。すごい、なんかすごいおしゃれな色味をしてます。ありがとうございます。斧とかナイフでバトニングとか薪割りはちょっとやったことあるんですけど、ナタを使うのちょっと初めてなので、ちょっとドキドキ、手袋します。なんかでもナタを持つ方のに手袋するとこうスポーンって抜けてくのが危なくて、しない方がいいっていうのを見たので、ちょっとなしでこっちだけ手袋します。じゃあ開けてみます。かっこいい、すごい綺麗です。なんかめっちゃ綺麗な色してます。光り輝いとる。これで巻き終わる。ナタって聞いて、斧とかわかるけど、ナタってなんだと思って、なんかわかるけどわかんない、何に使うんだろう、ナタと違いがなんだろうと思って調べたんですけど、結局よくわかんなくてでも同じようにこうね、木を切るやつなので、ちょっとバトニングみたいな感じで切っていきたいと思います。本当はなんか片手でこうやって木を切っていくやつみたいです。できるんかな、ちょっと触りだけ、ちょっと刺すだけ刺してみます。あ、でも硬いからタルトの力じゃ、あ、でもここまでは来た。本当はグサッと刺してトントンできればいいんだろうけど、タルトの力じゃ厳しそう。あ、これぐらいならいけるけど、ちょっと難しそうなので、バトニング的な感じで使ってみたいと思います。これぐらいだったらいける。斜めになっちゃったけど切れました、なんとか。よし、ワイヤーソーを試してみたいと思います。開けます。なんかネットとかでも最近よく売ってるみたい。最近100均いたら必ずキャンプグッズコーナーとかを見て、そうすると大抵いつもカホナンが使っとる、あのなんだ、折りたたみ式の水入れるやつがあるので、あーと思いながら。よし、じゃあ切ってみます。開けたらこんな感じで一本につながってます。で、これ自体はなんか、あ、トゲではないけど、何、有刺鉄線みたいな、ワイヤーが三つ編みっぽくなってて、その周りにもなんかワイヤーが巻かれてる。映るかな？映りますか？で、その両端に
丸い輪っかで手を入れるところがついてます。うん、そんな痛くないし、こすってもすぐ怪我するようなやつじゃないけど、ちょっと危ないので気をつけた方がいいと思います。どうしたらこうかやってみます。おお、すごい切れてる感じする。食い込んでる。おお、手がちょっと痛いけど、火の粉が、塗りかすが出てきたよ。おおおおお、すごい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 、めっちゃすぐ。ちょっとここ引っかかっちゃって、手がちょっと痛いです。これ輪っかが細いから線が入って切れてます。確実にリングが細くて、ちょっと手をこう入れて引っ張ると指が痛くなっちゃいます。めっちゃすぐ切れた。タルトでもまだ切れ切ってないですけど、引っかかっちゃうんだよね。なんか角度の問題かなこっち前だけ引っ張れるのに後ろが引っ張れない。あ、来た。角度かな。引っかかっちゃう。ないもん、これもう難しいです。とても力がいいのかな。ちょっとどうしてもこれを割りたいけど、本当だよ。なんかだいぶ来ているような気がします。でも腰の痛みが、はあ、こんな感じでだいぶ来ました。ではまっすぐ、こっちの最初の方まっすぐだけど途中からうねっちゃった。ここらへん、ほんとここがまっすぐの線なのに斜めに来ちゃいました。ちょっと手で折れるかな。それはちょっと無理そう。感じめっちゃ綺麗です。断面どうしたら見えるかな。めっちゃ綺麗に平らに切れてます。ちょっとチェーンがさ、こうゴシゴシやった跡がこう斜めに、斜め何円形にちょっと跡がついてるかなってぐらいで綺麗に削ることができました。ようやく結構格闘しました。はい、ということで今日はセリアの100円で買ったワイヤーソーを使ってみました。もう1回使っただけでこんなくるんくるんにちょっとなっちゃった。なかなか使うの難しくて、パワーもいるし、あと節、金にもよるんかな。節にすごい節があったかと言われたらあった気はしないんですけど、なんか引っかかっちゃってなかなかつっかえちゃうとこがあったり、あと一番の改善点として
ちょっとねこの輪っかがもう100円だから仕方ないんですけど、めちゃくちゃ痛いんです。この手通してこうやって普通にやったらもう痛いので、ちょっとなんかもうこの上のところを持つぐらいの勢いでちょっと手通して掴むぐらいでもすぐ痛くなっちゃうから、ちょっとここは改善の余地ありだけ、まあ100均なのでね皆さん、まあでも結構大変なのでナタとか斧とかナイフとかがあった方がやっぱり便利だとは思いますが、興味がある方、あとは力自慢の方、僕はすぐ切れたよっていう方をぜひコメントで教えていただけたら嬉しいです。ということで今回も最後まで見てくれてありがとう。